どうも、立花亮です。今回もメトロイドドレッジやっていきたいと思います。3体目のね EMMI を倒して、これからまあいろいろね行けるところも増えたなっていうところなんですけど、スピードなんだっけ、スピードブースターね、前々からある機能だけど、これが手に入るとね、一気に行けるところ増えたりするからね。あとやっぱりこのね、これ、フラッシュモブ。フラッシュシフトか。フラッシュシフトもね、いい感じですよね。こいつ何なんだろうな。どうやったら取れるんだ。あー、またなんかわからんやつ出ている。これなんだろうな、このマーク。あ？てか、このマークがあの中にあるマークじゃないの？なんだろうな、これ。まあ、今無理なんだろう。あ、こっちも行ってないの？先こっち行くか。あ？こっちは行ったのか、一回。行ったんだけど、やられちゃったりとかしたのかな？出口がなくて。おー、ドーン、おー、んー、エレベーター。こっちは？こっちもスピードブースターブロックか。ははっ。あ、はーん。いけないな。スピードブースターブロックが他にもここにあるから、ここ行くか。ここにもエレベーターあんの？走っためーのギュイーンでしょ。ギュイーン。はい、ナイス。テレポーターだ。アルタリアに。あー、はあ、ビャーン。ここ何を手に入れるために来てんだ。これはスピードブースターで行けるところとか、ここら辺か。あー、でもこの三角の青いやつ、なんだろうね。ん？あ、ここ全然行ってないじゃん。あー、こっち側も行ってないし。あー、寒いところか、こっちはね。ここ行ってみようかな。上の方とか。そうだね。あー、スピードブースターブロック。こんなすごい分かりやすいところに。さあ。ああ、戻ってきたな。OK。おっ。おおお。は？ミサイル？あらららら。よくわからん。そうもいけますよみたいな、それだけのことかな。あー、でこれ熱源のところもあるし、ちょっと熱源のところ狭そうだから行ってみようかな。アイテムあったりすんじゃないかな。うわ、出たよ、こいつ。こいつ何なんだよ、マジでよ。おい、ちょっとね、熱源のところ来てみましたけど。わっ。こういうアイテム手に入れられるだけかな？
溶岩もね、いけるスーツになったらまた話は変わるかもしれないけど、今のところは。おお、何？はいはいはい。シュンシュンシュン。こんだけか。アイテムだけだね。うん。オッケー。いや、これ、ワイドビーム強いな。すぐ倒せるじゃん。ほらー、なんか下も開いたね。いや、ミサイルどんどん増えるな。もう、100個超えてしまうよ。さあ、未知の領域。初めて来るところ。壊しすぎないでいきましょうよっていうやつだな。これ上に上がる。違うわ、これ違うじゃん。違うよ。何をしてん。これはこうして、こうして、こうですよ。ああ、手動でやってんだ俺。ボスか。いや、違うのか。あっ、おー、なんだ、今までとなんか全然違う感じの。グラップリングビーム出たー。はあ、ロープ状のビームを発射して青色に光る、グラップリングポイントにつなげることが可能。ZR を、ZR ね、をホールドして Y を押して、あ、ZR、ようやくここで使うことになるのか。Y で発射。つなげた状態で、後ろに入力し続けると、グラップリングビームゲート、グラップリングブロック、グラップリングボックスなどを引っ張る。マグネットサーフェンスにつなげた場合、その位置までサムスが移動すると。グラップリングスイングポイントにつなげた場合、サムスが前後にスイングする。うん、おー、ビヨン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 。で、おー、なるほどね。あ、これが扉の場合ね。敵には効果ないんだな。あー、これか。あー、ちょっと待って。おー、こういうことだ。ここで練習しとかないと。あー、 Y を離してもいいし、ジャンプボタンを押してもいいけど、どっちでも挙動は変わらないね。うん、こういうことだ。あー、便利これ。あー、結構長いね。テレポーターと。あ、エレベーターか、これは。はいはい。まあ、行っちゃっていいんだろう、これね。このアイテム探索で手に入るものは、あの、エネルギータンクかミサイルポットぐらいだと思うから、その、何、他に能力、アビリティ、隠しアビリティみたいな、確かにあるのかもしれないけど、今言って、でもそんなにこう、ただただ探索の時間が増えるだけみたいな
で収穫なしみたいな、そんな感じになりそうな気がすんだよな。収穫なしでね、ずっと言っても録画時間が増えちゃうだけなんで、あんまり効率も良くないし。さて、でどこに行きゃいいんだこれ。あ、そうか、三角のところに行きゃいいんだな。ん？こっちなのか、ルートって。これめっちゃ便利だな超便利だわ。同じマーカーをこのロックしてくれる機能。なんかね、ここにあったんだよな、グラップリングビームブロックがさ。ね。で、その、まあ、ここら辺とかもあるわけですよ。ただ、ここは順路というか、うん。ここは多分なんか、あ、でもミサイルタンク、ここ取ってる。あ、この、ここになんかあるんだろうな、じゃあ、ここにさ。で、順路はこっちのエレベーターに乗ることなのかもしれないな。ちょっと失敗したな。まあ行ってみてからかな。そこら辺いまいちまだあんまりよくわからない。いや、こっちっぽいな、ルート。あそこエネルギータンクとかあったりしそうなんだよな。ちょっとあっち先行くか。こうな、遠回りしてんだけどね。あー、ここか。いや、ここなんもなかったな。いや、あのまま行っちゃってよかったか。また戻ることになるな、これ。まあまあ、まあいいか。さあ、じゃあ行きますか、次のところへ。お、別の区域、おー、フェーレニア。まあ、行っちゃっていいんじゃないかな。行けるんだったら、全然行っていいっていうことだと思うんだよね。おー、地上みたいなところに出てきたな。グローバルマップ。バルエニア、バルエニアも、まだまだ全然探索してないところありますけども、グラップリングビームブロックもこのこっちの部屋からしか多分これできないと思うんだよね、この何向き的に。うん、だからまだ行かなくていいと思うんだよな。これをアイコンハイライト。うん、そうだよな、やっぱり。うん、まだ行かなくていいと思う。行ったところで時間の無駄の可能性は十分ある。うん、先にこっち行っていいだろう。あ、ちょっと待って、まずこっち行って、ガシャーンで、グラップリングつけて、ほいな。でかいな、こいつ。ああ、ああ、これまたこれか。くそ、シュン。なに、キモキモ、何やらキモいものがいました。なんだ、ムービーかと思ったらそんなことはなかったぞ。ここもゲートだから、さあまた EMMI に追われることになるよ、これは。きっと EMMI バルブ、
あ？超人族の歴史。でかいやつ。あーん。よくそんななんか壁画であいつだってわかるね。あ！なんだ？覚醒するやつか。目ん玉ポーンって。え？はあ紫色の。あ？なんだ、味方がいるのか。超人族だったりする？誰？王よみたいな。あー、身長もそんな。私はクワイエットローブ、ソウハ族の科学者です。そしてあなたを襲った超人族の男の名はレイヴン・ビーク。卓越した頭脳と身体能力を持つ彼は武闘民族マオキン族の長です。我々は同じ超人族であるマオキンと共に SR388 で暴走したミトロイドを封じ込めました、レイヴン・ビーク。より危険な生物となってしまったメトロイドは惑星ごと破壊されるはずでした。ところがレイヴン・ビークは強硬な手段でそれを阻止しました。力を盲信する彼の目にメトロイドは、自らが銀河を滑る力の象徴として映ったのでしょう。レイヴン・ビークは ZDR にメトロイドを回収し生物兵器として利用するつもりでした、その計画にはメトロイドをコントロール可能な走破族が必要だったため、マオキンと走破族ね、私だけが生かされたのです。超人族にも種類がいると。レイヴン・ビークとマオキン族は、私を連れて母性である ZDR に行った戻り、メトロイドを回収するための準備を進めるつもりでした。ZDR ってなんだっけ、なんか ZDR って破壊したみたいなこと言ってなかったっけ、違うか。ところが予期せぬトラブルが生じ、計画の中断が余儀なくされました。帰還した兵士の一人が擬態した X だったのです。そうね、 X ってそんなそこまで擬態できるんだ。ZDR は混乱、大混乱に陥り、兵士たちは全て X に寄生されてしまいました。レイヴン・ビークは辛くも彼らを封じ込めることに成功しました。その後彼は計画を再開しようとしましたが、ああなるほどね、サムスによって星が、なるほどね。いくつかの事件を経てメトロイドは絶滅し、レイヴン・ビークの野望は完全についえた。レイヴン・ビークはもうメトロイドを使って星をいろいろと征服する予定だったんね。だけどサムスがやっちゃったから、サムスになんか恨みを抱いてるみたいな。レイヴン・ビークに利用されているのです。サムス・アラン、あなたの、あなたの体内にあるメトロイド DNA を採取するために。はーん、だから EMMI が必要なのね。 EMMI はそうやって、喋ったもう喋れるんかい、おめえ喋れたんかよ。あなたが向かうべき場所のゲートはアンロックしました。
バルエニア。はーん。アラパンビタモババンダバンダサムス。え？何お前は？聞いてる？ああ今の黄色いタイミングだ。多分。いた。来いよ。強すぎた。ちょっと強すぎた。ちょっと待ってくれ。むずいってマジで。こっからー。ほい。はいダメー。はいダメー。待ってマジ強い。強すぎ。来いよ。なんで？来いよ。おい。あフォアだ。あどん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 。おいよおいよ。ダメ。あれあれ、あれなんかな、謎のダメージ受けて死んだんだけど。何が当たったんだ今。避けられない攻撃はない。うん、そうですか。ちょっと待ってよ。逃げる必要ないよなこいつ。あーむずちょっと待ってマジでむず。ああこうソードの攻撃2種類あるな。これはダメなタイプだ。でなんか上から殴りかかるみたいな方が、これはダメな方。ちょ痛い痛い痛い痛すぎ。ダメージ入ってんのかまず。入ってんな。でもちょっと痛え。ちょっと待ってマジでマジで強すぎ。あーちょマジでさ、ちょっと待ってほんとさ、強いってなんかそんなカウンター、メレーカウンターとかあんま考えなくてもいいのかな。これダメ。あーダメな方。あー今の、そう今の方がいける方。これダメな方。ダメだ抜けれねえ。ダメな方。あーこれ抜けれねえなー。あー強っ。ちょっと62ぐらい一気に与えてくるなこれ。いやあれ本当にダメな方なのか。あれはちょっともう一回ちゃんとやってみるか。あの上から振りかぶる方は、あいけんじゃん、いけんじゃない。タイミング悪かっただけか。いやーちょっとずらしてきてやがるなこいつ。ずるいよ。ずらすなよ。ちょっとえ？もうちょっと接近してないとダメかこれ。え？メレーカウンターってもうちょっと猶予をくれてると思うんだけどな。いやー早い時と、あー開いた。ダメだ。あーむずむずくない？マジでむずいんだけど。超むずい。これで難易度ノーマルかよ。マジで。いや、これ、カウンターできなくないか。いや、この、突き刺ししかできない気がするんだけど。いや、無理だと思うな。無理なんじゃない？だいぶ無理だと思うけど。突き刺しも突き刺し、いやーこれ判断むず、いやーむずいよ。超むずいと思うけど。いやこれまずだって避けれないしさこれ。おいおいおい、
これなんかどっか行った方がいいのかな。いやーん、ちょっと、いや、ずる。はい、ダメ。ちょっと、待って、マジ強い。マジで強いんだけど、こいつ。どうしたらいいんだよ。まずさ、三連エネルギー弾を、回避できないんだが。おお。ああ。後ろ下がっちゃダメだな、これ。ああ。ちょっとわからねえ。はい。これでいいのか。オッケー。はい、ちょっと遅っ。はい、いた。ダメー。はい、あー惜しい。今の逃げちゃダメだったな。お、このフラッシュなんだっけ。お、あー危ねえ。フラッシュシフトをうまく使えば全然できたな。ああ、出てきた瞬間死んでしもうて。ありがとう。君は何も能力くれないのかい。いやー大変だった。なんか倒し方っていうか、なんで避け方が分かるまでにすごい苦労したな。あれ、さっきの EMMI はもう起動してしまったってこと。困る。なんか奥ありますけど。上も行けるな。出た風出た。風そっか、風をなんか切る。あ、風を切る方法も知っておかないとダメだな。フラッシュシフトでいけんじゃないか、これ無理かな。マジか。おー、おー、いけるぜ。なるほどね。どっちから行こうかな。右から行ってみるか、でも、とりあえず。あ、なんもない。おー、どー、下押してドーン、ドーン。あ、キモ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 。霊気の道だな。どうやって行くんだ。こうしてポポポポポ。あー、またそういう、またそういうのがあるわけ。でもこれ無理だろうな。無理だと思う。エレベーター、
だよ。あ、アクセスステーションじゃん。寂しい。あのソーハ族の男の話により、EMMI が君を捕獲しようとする理由は明確になった。サムサーランの体内だけに存在するメタロイド DNA を手に入れようとしているレイヴンビークによって君はおびき寄せられてしまったのだ。クワイエットローブの操作によって惑星中の EMMI が全在停止中であることが確認済みだ。今であれば EMMI の脅威にさらされることなく地表を目指すことができるだろう。クワイエットローブが開いたバルエニアのポイントへと向かい、その先へと進め。はぁ、クワイエットローブすぐに出てきて死んでしまうなんて。じゃあ、あの X がいますよみたいなのもやっぱりあのフェイクだったっていうことなのかな。もしくはそのどうなんだろうね。うまいことさ、潜り込んでしまったっていう、その、X 因子みたいなのを利用して、その映像を作ったみたいなことなのかもしれないけどね。さて、どっからバルエニアに。バルエニアは列車でしか、シャトルでしか行けないのか、まだ。あっ！おーっと！ドアー！ナイスー！あれ？おーっとあーとさあ、これで上に行けるはずだよな。あ、ここがまず破壊できるな。ここ破壊していこう、せっかくなんでね。オーケん？右も左も行けんだな。あ、なんだここ、マップルームか。あーん、まあ広いね。うわ、まだこんな、うわすごまだこんないっぱいあんのかい、ここは。はあ、あ、そんでこっち行けるようになってんのか。ただちょっとこっちよりも先に右行きたいな。あ、でもここもうこれで終わりかな。行き止まりな可能性があるな、ここ。ん？ああ、何？いや、先行けるね。ん？あ、あ、なんだ。ん？何があるってわけでもなさそうだけど。ああ！あるやん。よし、ナイスー。10個一気に増えるのはね、非常にいい。いやー、こっち正規ルートっぽいなー。こっちからだな。
あーなるほどね、向こうから塞がれてんのか。こんだけミサイルあったらもう探索にバシバシ使えるな俺。やばいやばい、だいぶ食らってるよ。これで戻っていけるのね。あー痛い、ちょっとだいぶダメージ受けちゃってるな。回復ステーション。ああこれす、なんか像の形が、あーこれはエネルギーだけなのか。なんかウェポンのやつは肩の部分というか首周りが赤いよね。そういう違いがある。このエネルギーだけのやつはこの持ってるのが武器的な音叉、音叉じゃないけど全然そんな感じのやつかな。でトータルリチャージステーションは、またなんかちょっと、あトータルだな、みたいな感じの形してる。なんだこれ。気持ち悪いな。こんな横通りたくないんだけど、この足触手の。いやむずいってそれむずくない？ちょっと飛びながら、あよかった。あーちょっと乗り継いでいくのかと思ったら別にそんなことなかった。すごい長い長いところまで行くね、遠くまで行く。ほいどう、はい、さあまあそろそろボスかな。あいつがいるあとボスっていうイメージあるな。うわー水の中の戦闘ですか。それはだいぶ暗そう、辛そうだな。うわーキモそう。はビリビリ？ああ。なんじゃこいつは。なるほど。この赤いのを利用する必要があるのかな？違うか？ん？は？いた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 。あーあれか、おら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 ら、ぐらいぐらい、あぶねえ。は2発あんのか。
ほらほら、16連勝じゃん。で、あ、あ、これで、これ。え？あ、あの上に行けってこと？ん？あ、なんだ？ちょっと失敗したな。何をすりやがったんだ。もう一回もう一回。おお。死ぬ死ぬ。あ、痛い痛い。もあの一回 やり直させられるとやり直しになるのかな。あパリン、ダメー。うん、どっから、あ、これか。ありがてえ、優しいね。ミサイルとこの連射どっちの方が強いんだろうな。はいはい、ん、早い、なぜか。ほらー、そんで、あ、こうか。あー、ミスった。なるほどね。あ、いたいたいた。はいはい、なるほど。グラップリングのことすっかり忘れてたな。あーあー、よし、こうして、でグラップリングをして、こうに行って、俺もやって、そういうことか。おらおらおら、これを何回かやるのかな。危ね、もう体力が全然ないですけど体力11なんだな。でもやることは分かったな。第2形態とかがなければ、あ、お前を破壊すれば体力が手に入る。よし、チャージして、ドンで、はいグラップリングフックやってた。でこう、はい、オッケー、やるべきことは分かった。何、おい、ずるい、それは知らない。攻撃、これチャージめちゃくちゃ強そうだよな、うん、連射してるよりもこれを確実に当ててった方がいいかさ。よし、これも一発だもんね。相当威力高いと思う、これチャージ。危ない、おい、当たるんかい。最初これ当ててさ、あとまあミサイルでいいかな。あ、おい、ちょっとこれ、なるほどね、あの攻撃メレーする必要があるマジかよ。ほい、痛い、痛すぎ今の。あれメレーする必要あんのかよ。OK、 あー、ここここここ、ナイス。もう一段階ぐらいあってもおかしくない。おお、
おお、硬くなってしおれて、さよなら。でかっ。どう。ちょっと。あははは、もういけない。なーにも。なーに。貸してほしかったな。あー、なるほどね。じゃあ、おー、もう、もう、何君よ。ナイス。でも実はセーブポイントから行ける隠し通路みたいなあってもおかしくないね。さあ、今度はどこに行くのかな？ EMMI がだいぶ停止しているという話だからね。ガボーラン。名前覚えてらんないな、これ。